千葉レインボーバスが運行する東線船橋新京成バスが運行する南線気境号は千葉県鎌ヶ谷市内を循環するコミュニティバスである新鎌ヶ谷駅及び鎌ヶ谷市役所を中心に全4コースが運行されている年末年始の12月29日から1月3日は運休となる名称は市の花である気境に由来する運行会社は境南線は 船橋新京成バス、気境再線は、鎌ヶ谷観光バス、気境東線及び、気境東線2が、千葉レインボーバスとなっている。なお、市内で、鎌ヶ谷とつく駅名はすべて鎌ヶ谷であるが、気境号のバス停では、すべて大文字となる。新鎌ヶ谷駅鎌ヶ谷総合病院鎌ヶ谷市、役所鎌ヶ谷駅南鎌ヶ谷東部、小学校入口商工会館鎌ヶ谷大仏駅、 鎌ケ谷駅グリーンハイツ、マイナスファイターズタウン鎌ケ谷駅北初富駅く野ぎ山コミュニティセンターマイナス新鎌ケ谷駅鎌ケ谷総合病院鎌ケ谷市役所鎌ケ谷市役所鎌ケ谷総合病院から新鎌ケ谷駅。南初富交差点社会福祉センター市民、体育館爽やか。プラザ軽井沢鎌ケ谷市役所鎌ケ谷総合病院、新鎌ケ谷駅。 アワーのコミュニティセンター、北部公民館、新鎌ヶ谷駅、鎌ヶ谷総合病院、鎌ヶ谷市、役所全線一律100円で障害者手帳所持者と、小には50円である。ただし、新鎌ヶ谷駅、鎌ヶ谷総合病院、鎌ヶ谷市役所、鎌ヶ谷駅の各停留所では、乗務員に申告し乗り継ぎ券を発行してもらう、ことにより、他路線に追加運賃なしで、乗り継ぎが可能となっている。 IC 乗車券は東線、東線に及び南線で使用できるが、西線では使用できない。ありがとうございます。